皆さんこんにちは、ななみです。今日は2021年下半期ななみ的おすすめコスメ5選を紹介したいと思います。今年上半期メイクが私一番実は変わって、あの YouTube 企画でパーソナルカラーを診断しに行ったんですけど、結果がブルベ冬だったんですけど、それが分かると自分のなんかメイクもすごく変わって、最近すごいメイクいいねとか馴染んでるねみたいなのをすごいよく言われるようになったから、パーソナルカラー調べるのってすごい重要だなと思ったのと、今まで使ってたやっぱ好みだった色が意外と似合わなかったりとかしたんで、なんかアイシャドウとかリップとかは色味は結構変えました。実際良くなりました？変わった？どうですか？いやだいぶ髪の色とかもそうなんですよ。めちゃくちゃ褒めてる。はい、結構事務所の人をめちゃくちゃ褒めてくれて、なんか評判良かったんでこれにしてよかったって思ってましたね。下半期もパーソナルカラーをちょっと意識するようにして、メイク用品とかを選ぶようにして、その中でもえりすぐりの今日もそれ使ってメイクしてます、はい、じゃあ以上はい、じゃあまず第5位です。じゃーん、こちらボビーブラウンのハイライトシェーディングパウダーデュオ、これピーチグロー、一番のピーチグローの色です。これ色味が、はい、これがハイライトで下がチーク。ハイライトをここに使って、まあ、あと鼻のここら辺と唇の山と下につけて、チークはここにハイライト入れたのと同じような感じでチーク使ってます。でブラシでつけたりするんですけど、基本指でつけちゃってます私は。なんでブラシじゃなくて指でやってるんですか？はい、まあ一番は正直めんどくさいから。どうせそうだろう。はい、そうなんです、バレてます。自然ななんかツヤ感も出るし、このオレンジの方もちょっとラメがね、細かいラメが入ってるんで、チーク自体もちょっとハイライトっぽい感じの効果もあるし、すごい使えるので下半期お気に入りでめちゃくちゃ使ってました。ブルベ冬ってオレンジとか難しいんですよね、使うのが。でもブルベの人とかでもこのオレンジは馴染む、今もつけてるんですけど馴染むし、こうチークみたいな感じじゃなく、こう自然な感じでちょっと血色のせたいなって人におすすめになってます。じゃあ次第4位いきます。これはねもう皆さん、私の YouTube 見てる方ははい分かると思うんですけど、このラロッシュポゼの日焼け止め化粧下地のローズの色です。私の YouTube でメイク企画の時は多分毎回出てるので皆さんおなじみだと思うんですけど、まず SPF50 入ってるのがめちゃくちゃいいなっていう、だから休みの日とかこれ1本塗ってそれだけで過ごしたりとか全然します。化粧下地なんですけど結構肌統一させてくれるので、普段お出かけするときはファンデーション上から塗ってるんですけど、お休みの日とか、まあ、例えばズーム会議とかある方とかはこれ1本とかで全然いいかなって感じですね。白のもあるんですけど、それはより一層こうトーンアップさせてくれるような感じになってるので、まあお好みなんですけど私はローズを使ってます。意外とね、はい、敏感肌の人。そうなんですよ、私結構あのアトピー持ってるし肌弱いんですよね、そういう人とかでも、まあ人によりますけど私は全然大丈夫だし肌にも優しいので、私はこれはまあ下半期おすすめだけど年中使ってます。冬ってあんま日焼け対策しないじゃないですか。でもなんか日にやっぱ当たるし冬でも焼けるんで、50入ってるんでこれ下地として使って日焼け対策もできるからめっちゃおすすめかなって感じで、これは第4位になります。はい、これ第3位、こちらクリオのアイシャドウピクニックバイザサンセット13番のアイパレットになってます。クリオはファンデーションもだしアイシャドウも他の色も結構持ってるんですけど、最近はこのパレットにお世話になってて、下半期ほぼこのパレットでメイクしてました。それこそブルベ冬になった時にオレンジ系のアイシャドウが好きでよく使ってたんですけど、やっぱそれだとちょっとくすんで見えるというか、今考えるとブルベ冬って結構こういうローズっぽい色とかピンクっぽい色がよく似合うパーソナルカラーらしいので、ちょうどいいなと思って使ってみたらめちゃくちゃ良かったんで、これを最近よく使ってますね。この
キラキラちょっと汚いな。汚いんですけど、ね、はい、ちょっとリアルに使ってるので、はい、ほんとこのキラキラも入ってるし、1個ですごいいろんなメイクができる。でクリオのいいとこ、安いんですよね。こんだけ色が入ってて、いろんなパターンのメイクができるのにお手頃価格だし、ちゃんと綺麗なこうラメも入ってる。でラメ感も結構粒が大きいものから、ちょっとさりげないラメとか、もう種類が3つぐらい入ってるんで、すごい調節できるからおすすめです。このパレットデートとかすごいいいんじゃないかなって。ピンクで、そう、うるみ目、やっぱあのうるみ目って何？うるうるしてる目、うるうるしてる目です。あ、そうなんですか。そんなの作れるんですか今？作れちゃう。こちらでラメをやっぱここのとこにちょんちょんってのせるとうるうるしたりとか、あとは涙袋がぷっくり見えるんで可愛く見えます。なのでラメでうるみ目作ってデート行くのはかなりおすすめかな。では次、第2位。もう2位だ。早いね。第2位、じゃーん、ファムユのエバーグロークッション、クッションファンデになってます。最初はお仕事で使わせてもらってインスタライブを配信したんですけど、もう使ったらめちゃくちゃ良くて、自分で普通に買ってずっと使ってます今。私ファンデは結構クッションファンデ派で、結構いろんなクッションファンデ使ったんですけど、ものによっては密着度が少なくて、例えば今とかマスクするじゃないですか、取ったらよれてたりとかするクッションファンデって結構多いですよね。肌なじみが悪いと本当になんか良くないし、クッションファンデのマイナス点かなって私は思ってるんですけど、それが全然全くなくて、しっかりこう肌になじむし、マスク取り外しとか何回もすると思うんですけど、それとかやっても全然崩れないのがめちゃくちゃいいなと思ったのと、すごい薄付きなんだけど毛穴とかはしっかりカバーしてくれるので、それがとってもいいなと思って使ってます。あと秋冬は乾燥しやすいんで、ファンデ自体に保湿力があるのって結構重視してるんで、これは結構保湿もしてくれて、粉吹いちゃったりとか、やっぱ超乾燥してる時期だとしちゃう時あるんですけど、これを使ってからは全くないんです。なのでこのファンデはすごいおすすめ。聞いたんですけど、ファミュの人に、ファミュってスキンケアもすごい有名で、私も普段使ったりとかしてるんですけど、そのスキンケア成分が入ってるんですって。お肌にも優しいし、いいし、多分こんだけ潤うんだなっていう感じです。色も3種類あるんで、自分 の合う色とか絶対あるんじゃないかな。私はちなみにナチュラルベージュで、一番多分明るい色を使ってます。第2位はファミュのクッションファンデになります。はい、では次、いよいよ第1位。これもヤタさんにこの間熱弁しちゃいましたよね。カバンの中身紹介の時に紹介もしてるんですけど、うんうん、底が減ってたリップがあるんですけど、指でね、はい、指でホッてつけてたリップ。私あの撮影の後終わって2本買いに行きました。ストックしました。なので今日はちゃんと新しいんであります。はい、ちゃんとありますリップ。第1位、このオペラのリップになります。オペラのリップティントの13番のトープって色になります。結構オレンジっぽい、深い目のオレンジの色になってるんですけど、こんな感じの色で、ちなみに今私もつけてます、このリップ。唇につけるとこんな感じ、潤うんですよ、しっかり。ティントって乾燥しやすいんですよね。そう、ゆたさんも、あのゆたさんって今あのいるんですけど先輩がいるんですけど、結構ゆたさんもコスメめちゃくちゃ詳しいし好きで、すごい参考にしてるんですけど、これは本当におすすめすぎて、この間ちょうど熱弁してました、ゆたさんに目の前で、はい、目の前で買いに行ったんですよ、ね、買いに行ったら、買いに行った店が潰れる。まさかの店自体が。店自体が。リップって動画でも結構毎回言ってるんですけど、落ちないのが一番重要なんですよね。いう飲み物飲んで落ちて直すのも嫌だし、定着するっていうのが一番重要なんですけど、このティントはめちゃくちゃ定着します。ご飯とか食べても本当に直さないぐらい私は全然定着するんで、すごいおすすめ。あと潤う、まあ、もちろんリップケアみたいなのしてるんですけど、ティントのリップ塗って唇の皮むけちゃったりとか、普段すごい乾燥するとか、プラスでリップ塗んなきゃみたいな、保湿リップ塗んなきゃとかは全くないですね。私この13番のトープ本当に好きで、これもまたお仕事で最初使ったんですけど、秋冬ってやっぱこういうちょっと深めの色をつけたくなるので、
やっぱこの色気になってて使ったら、え、これブルベでも全然いけんじゃんって感じでさ、多分見てても多分馴染んでると思うんですけど、うん、もちろんイエベさんも使えるし、ブルベの方でも使えるオレンジかなって思います。毎日使ってるから本当にすぐなくなっちゃうんで、これ1本とあともう1本ストックしてあるんですけどっていうぐらい本当におすすめです。落ちないし潤うし、色もめちゃくちゃ可愛い、秋冬におすすめ。洋服とかもなんか暗めの色とかね着たりとかすること多い、私は多いんですけどね、そういう時とかもこういう色をつけるとそれだけでおしゃれさんになれるので、すごいおすすめです。どうですか、欲しくなりましたか？本当すか。今回下半期おすすめコスメって言われて、もうこれ一番最初にこれだなっていう風になった、もう不動の第一、こちらオペラのリップティントになってます。はい、ってことでこれが私のリアルに本当に使ってる下半期おすすめのメイク5選でした。多分おなじみの商品もあったし、今私の顔面もこれで化粧してます。まあまたねメイク動画とかね撮ってどんな感じで使ってるとか発信していけたらねいいなとは思うんですけど、あのこれ本当にマジでおすすめできるので、気になった人とかぜひ買ってみてください。